กฏลำสำลักขึ้นบนขบวนรถได้ในชาตราที่6หน้านี้ขบวนการ281กรุงเทพฯปลายทางกบิลบุรี今日はこれからまいちゃんずっとカノムモーゲ食べたいって言ったじゃん。うん、美味しい。タイで一番好きなお菓子かも。タイのお菓子の中で。今からさ、うん、カノムモーゲが一番美味しい県、うん、行くから。へえ。デザート県みたいな感じだったよ。すごいね。そう、デザートが有名。そんなお菓子の国みたいなところがあるんだ。そう。そこに今から行く。食べたい。着いたんだよね。ここはペッチャブリだってなんかあの電車の中でさ、うん、ご飯食べちゃった。そう、弁当出てきてさ、そうで甘いパンも食べちゃったし電車の中でお腹いっぱいなんだけど、ね、デザート食べに来たのにでもペッチャブリは観光が結構あるからまず観光から行こう。いいよ、楽しみだね。そうだよ。早い、もう着いたね。ね。え、涼しい。本格的な洞窟涼しい風来る。本当だ、すごい。行く？うん。お、何これ。なんだこれ。何この神々しさ。写真撮って。うん。ホテルのおじちゃん待ってくれてる。ほんとだ。次行く。次は山の上？うん。面白い。何これ。
すごいね。なんか遊園地みたいだね。遊園地みたい。遊園地みたい。面白い。すごい。思った以上に高い。こんな高いとこまで来たの。うわ、すごい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 。すごい。葉っぱ。山の上にこんな。なんか不思議。何だったんだろう。不思議な感じ。すごい。すごい。ね。お城だ、ここ。絶景。なんか街を見下ろす感じがいいね。昔の人さ、こんな大きな建物建てて何してたんだろう。謎なんだが。ね。お城？お城？うん。それにしてもさ、すごくない？お城にあんなケーブルカー昔からあったの。あれないと来れないよ、ここ。うわぁ、あのチェリーすごいね。すごい。めちゃめちゃ古いチェリーじゃん。うん。やっぱ急がないと。お菓子屋さんが閉まっちゃう。もうそのために来たのに。そうだよ。どうだろ。てか人気店だったらもう売り切れてるまである。売り切れは考えてなかったわ。甘いよ。お菓子だけにスイートだね。後ろ後ろ。後ろすごい綺麗だよ。あ、もう終わっちゃった。なんかお城みたいなのがあった。公園かな。うん、幻覚じゃない。幻覚じゃないよ。ていうか、街来たけどお店結構閉まってない。てか今日日曜日じゃん。今気づいたけど。やべえ。ちょっと待って、ちょっと待って。やってないじゃん。嘘でしょ。本当だ、やってないの。あ、カオチェここじゃないの。カオチェ、あ、ここじゃない。カオチェもない。わあ、残念だった。もうレオチアだ。いやだ、まだ5分か。ก็คือเวลากินข้าวหนึ่งคำอันนี้หนึ่งคำนมิกนมิกนมิกข้าวข้าวแล้วก็กินอันนี้เออขอบคุณมากค่ะお菓子なんで、それを食ってから。これを食べて、こっちをちょっと食べるって言ってた。そう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 。何これ、本当に初めて食べるこれ。ごめん。うん。でこれを。美味しい。甘い。なんかハスらしい。ハス？うん。これね、あのジャスミンの水なんだって。スッとするよね、なんか。スッとする。いいよ。このハスの佃煮みたいなやつが甘くて美味しいよね。美味しい。面白い。ね。美味しい。これあのペッチャブリの伝統お菓子。伝統うん。だってバンコクとかにあんまないよね。いや、初めて見たこれ。ね、よかった、食べれた。 ね、優しいね、お店の人ね。本当にありがとうだね。5分か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 。あ、おいしいか。あ、おいか。本当に5分か。
よかったね。ね、食べれた。食べれた。お店の人優しい。よかった。あ、なんかすごいこっちも綺麗だよ、アイちゃん。なんか本当だ、街中かわいいね。かわいい、かわいいな。うん、お店でももう閉まっちゃってるからもう終わりなんだよ。終わりなんだ。うん、あ、こういう感じになってんだ。川、川、川ある。あ、ほんまや。やってる？ありがとう。これは何だ？これは。ふわり。めちゃい。ふわロタ。あ、ブワ。ブワロタ。おお。あ、あ、タローの。ブワの。あ、それ、あ、たくさん、やん、やん、やん。やった。Oh, my God. How long do you stay here? Ah, 3 years. 3 years. I'm going to get it. Hahaha. Get it. Pitcha Buri, the most delicious mogen get it. I'm going to eat it at home. Yes. I'm going to eat it at home. Let's eat it at home. Yes, I'm going to eat it at home.あ、まいちゃん、そこの店めっちゃ雰囲気良くない？どこ？あそこ。え、どこ？あ、本当だ、かわいい。あそこ行こうよ。いいよ、いいよ、いいよ。行こう、行こう、行こう。行こう、行こう、行こう。すごい。いいか。おー、いい。ペッチャブリって海が近いんだね。そうだよ。でシーフード美味しいやつやん。大丈夫です。いただきます。はい、やばい。うまい。おいしい。イカも本当に美味しい、ね、俺タイでさ、うん、タイに来て一番好きになったのがイカかも、うん、タイに来て一番好きになった食材。あ、タイに来てすごい美味しいことに気づいた食材、食材ね、うん、まいちゃんエビでしょ。いや、エビ、イカは、うん、シイタケでしょ。そう圧倒的にうまい。なんでなんだろう、新鮮なのかな。かわいい。かわいい。こいつら分裂しちゃったんだ。いきなり2匹に増えた。ね。買った。買った。タエルを。早くあのモーゲン食べるの楽しみだから。うん。帰って食べよう。家で食べよう。お腹いっぱいなの。一番合うと思われるドリンクを用意しました。牛乳のホワイトです。最近はね、本当ね、牛乳のホワイトにハマってますね。ホワイトって何？うめえ。いいからモーゲン食えよ。お、やらけ。うわ、プリンじゃん。プリンだよ。もうね、口に入れた瞬間ね、うん、コクと香り、うん、まろやかさ、すべてがね、もうね、スーッと通ってくんの。へぇ。でね、もうで、あのね、全然甘すぎなくて、うん、もうね、バクバクいけちゃうね、これ。これね、甘すぎないのね、うん、砂糖じゃないから。パームシュガーだからだよ。砂糖使ってないんですか？
ちゃパームシュガー、パームシュガー、あのヤシ、砂糖きびの砂糖じゃなくてヤシの、ヤシの木の砂糖だ、パームシュガー、そうそうそう、いい感じでもちょっとね、うん、なんか見どころが街の中にいっぱいありそうだったよね、うん、なんか綺麗なさ、うん、お城みたいなやつとかさ、うん、ほんと一泊ぐらいでゆっくりしてもよかったかもね、うん、ほんとじっくり見たかったね、うん、あとカオチェが閉まるっつって、うん、カオチェは閉まってた、閉まってたね、でもでもなんとかギリギリごねてごねてないよごねどく、ごねどくってごねてない、あき、あの、あ、残念って帰ろうとしたら、残念って言ってさ、しばらく店の前をうろうろしてた知らない、知らないってうろうろしてた続いてくれて申し訳ない